はい、皆さんこんにちは、ヒロです。で今回なんですけども、漫画倉庫飯塚店というところにやってきました。福岡にあるところなんですけども、前回ちょっと僕たちがね、来た時にとんでもないものを遊郭が発見してて、自販機に遊戯王のスーパーレアカード、いわゆるスーパーとかウルトラレアとかシークレットレアですね、こちらを1枚30円で最低保証で買い取りますよっていうのを見たんですよ。映るかな、これですよ。というわけで、僕の本当にごく一部、とりあえず詰めれるだけスーパーレア詰めてきました。で、一旦今回、4200枚、持ってきましたんで、この4200枚買い取りに出してですね、もし1枚30円だったら大体10万円超える値段がつくっていう基調計算になるんですよ。ってなったら、皆さんも家でスーパーとか余ってると思うんですけども、革命的な、僕らが知らなかっただけなのかもしれない。そう、広島だと大体1枚1円とかね、10センチ1円とか10円ぐらいだから、1枚10円ある、あるか、そうっていう感じなんで、じゃあ早速持ってってどのぐらいの相場になるかっていうのを見ていきたいと思います。はい、はい、じゃあ持ってきます。こちらが例のチラシですね。これ革命的じゃないですか。遊戯王のスーパーレア以上が1枚30円保証っていう、やばい。しかもこれ2021年6月からずっと今に至るまでずっと続いてるそうなんですよ。なのであとはちょっと結果を楽しみに待ちたいと思います。はい、というわけで買い取りが終わりました。いや正直ね、びっくりする結果だった。びっくりした。皆さん本当にどうなったと思いますか。あれさすがに今回ね、4200枚行ったんですよ。なんで、もちろん傷ありとかもかなりあったんですよ。そうってだから、ほとんど弾かれるだろうと思ってたんですけど、というわけで結果見ていきます。名前が載ってたんでちょっと伏せにあるんですけど、はい、こんな感じです。じゃじゃん。はい、30円で3400、枚ちょいで、1円査定が入ったのが788枚で、30円査定が3000ほぼ、4200のうちの3000なんぼや、3466枚がなんと通りました、そのまま。怖いよな、これやばくないですか。なので本当にスーパーレアだけで10万超えました。合計104768円ということで、めっちゃすごかったね。すごいな。これ僕ら一部しか持ってきないの。普通100枚までとかな。そう、大体ね、50枚100枚とかならわかるんですけど、これ僕らみたいに4200枚持ってってもね、あ、やってくれるんだと。しかもこっちの傷ありもね、ちょっと間違えてゴールドレアとかね、そう別のやつも含むの話だし、で何よりお店の方たちがすごいいい人たちばっかりで、これ絶対やりたくないなっていう仕事だと思うんですよ。もう最後までね、すごい丁寧に本当にありがとうございましたと、お伝えしたいです。3人4人がかりの大変な作業だったと思うんですけど、本当にありがとうございました。なので皆さんも家に眠っているスーパーレアカードとかですね、はこちらに持ってきていただいたら結構強いと思うんで、福岡にもし行くことあったら漫画倉庫ぜひ寄ってみていただけたら、こちらで動画を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またね。
欲をかいちゃダメだね。